はい、こんにちは。プチプラ研究部の日向です。こんにちは、小春です。今週の関東はいきなり寒くなりましたね。ただ週末にかけてはまた気持ちいい天気が戻ってくるみたいですよ。はい、気温の変化が続くのでこうでもあれこれ考えるのがワクワクしますね。それではタイムセール情報をレディースとメンズの順にお届けします。レディースとメンズを5点ずつ紹介します。それでは1点ずつ見ていきましょう。レディースアイテムをランキングにして発表していきます。まず第5位はプレプジュガーパンツ、丈標準64から66センチメートル、お値段は1990円。肌を滑るような素材感が心地よく、リラックス感があるジョガーパンツ。ユーリマンさんからプライベート用に購入しました。お家でのリラックスウェアだけでなくワンマイルウェアにもおすすめ。カバンバッグさんから、私も何年か前のドレープジョガーパンツがすごく気に入っていて、このタイプの販売を待ちわびていました。ウエストはチェストサイズくらいです。はい、マンモスさんから再販ありがとうございます。メンズ着用時のウエストは小さめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ・ハルさんはヒートテックウルトラウォームクルーネックティのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。エアリズムコットンクルーネックティと合わせたコーデ、濃淡コーデクルーネックティと合わせたコーデ、ニューヨークカラーのヒートテックコットンモックネックティと合わせたコーデ、カシミヤヘンリーネックセーターと合わせたコーデ。第4位はコットンリラックススキッパーシャツ、7分袖、1290円。リラックスシルエットのスキッパーシャツ。埼玉県の女性から、襟の開き具合が最高。はい、チャンリさんから、後ろを抜いてきやすい形で質感もかなり高見えです。身幅はかなり大きめです。はい、チャチャさんから、これからの季節にぴったり、メンズ着用時の身幅はかなり大きめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんはツイードパンツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。レギュラーフィットストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ、濃淡コーデヴィンテージレギュラーフィットチノと合わせたコーデ、神戸カラーのスリムストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ。第3位はエアリズムブラタンクトップ、価格は1290円。ドライ、吸放湿、抗菌防臭、結集、接触冷感などの快適機能が満載。リンリンさんから、生地がしっかりしてます。ストレッチ性があってとても滑らかな風合いで肌に心地よくなじむ。ナノババさんから、昨年ヒートテックで同様のを購入済み、身幅は小さめです。裏側をアンダーゴムからフラットな M 仕様に変更し、背中全体でバストを支えることで全体的にフィット感が上がり、カップがずれにくくなり、服も背中もすっきり見えるようにアップデート。新しいフィット感をお楽しみください。金木星さんから、後ろすっきり締め付けなし、メンズ着用時の身幅は小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ夏さんは、リネンブレンドリラックスストレートパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちら。コットンツイルフレアスカートと合わせたコーデ、濃淡コーデセミフレアスカートセットアップ可能と合わせたコーデ。第2位はエアリズム UV カットメッシュパーカ、長袖、1290円。ドライ機能や接触冷感機能を持つエアリズムを使用。ピースライムさんから、軽いシーツでも持ち運べて色違いも欲しいです。もう少し定価お安い方が嬉しいです。家族みんなでお揃いで購入したいと思います。手の甲まで日焼け対策ができるサムホールをプラス。ヒロポンさんから、パキッとした色も展開してほしい。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。ハイネックなので気になる首元もカバーできる。京都府の女性から、カーキ色を作ってほしい。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。
パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはウルトラストレッチスウェットジョガーパンツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。チュリッツスカートと合わせたコーデ、スマートアンクルパンツと合わせたコーデ、トレンドのカラーをまとめました。ニューヨークカラーのスマートアンクルパンツと合わせたコーデ、テックデニムジーンズと合わせたコーデ、ニューヨークカラーの GU サスペンダー付きデニムナロースカート SD と合わせたコーデ、 GU ハイウエストストレートジーンズセットアップ可能と合わせたコーデ。そして第1位はクルーネックティ半袖、価格は790円。柔らかくて着心地の良いコットン 100%。 山口県の女性から、ユニクロの XL って小さいですね。女性がいつでもどこでも気軽に着られて、この1枚で美シルエットに決まる。広島県の女性から、去年 L を購入しましたが、結構ピタッとしていて丈も短めだったので今年は XL に買い替えました。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。シンプルな T シャツながら、身頃と袖のフォルム、袖と着丈の最適なバランスを徹底的に計算。メンズ着用時の身幅は小さめです。肩幅は小さめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはウールブレンド、テーラードパンツ、セットアップ可能のカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちらです。フォアスウェットパンツと合わせたコーデ、ボータンコーデ、マシャーサテンスカートパンツと合わせたコーデ。メンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第5位はエアリズのボクサーブリーフ、全開き790円。洗い、接触冷感、抗菌防臭、結集などの快適機能をプラス。みーちゃんさんから、サラサラで夏には最適、ウエストはジェストサイズくらいです。はい、レディース着用時のウエストは大きめです。ストレッチ性があって、とても滑らかな風合いで肌に心地よくなじむ。ノリノリさんから、タグをなくしてプリントにしてほしい、レディース着用時のウエストは大きめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。はい、第4位はビキニーフィットチノ2ウェイストレッチ、お値段は1990円。縦にも横にも伸びる2ウェイストレッチコットンツール素材を使用。姉さんさんから、主人の履き心地がよく動きやすいから色違いで欲しいとのことで購入しました。膝の曲げ伸ばしも楽にできるストレスフリーな履き心地。新満さんから、最初きついんじゃないかなと思っていましたが全然気にならない。膝位置を高めに設定したテーパードシルエットで膝下が長く足がすっきり見える。ショコラさんから、動きやすく服がないので疲れにくい。色やサイズによっては在庫がかなり少なめです。気になったらすぐに買いましょう。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。はい、第3位はエアリズム UV カットフルジップパーカー、長袖、お値段は1290円。ドライ機能で汗が乾きやすく、風合いの滑らかなエアリズムを使用。まきちゃんさんから、オールシーズン着られます。着た瞬間にひんやりとして涼しい着心地の接触冷感機能付き。高知県の女性から、女性用を買おうと店舗に行ったところ、こちらを発見し一目惚れ。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。外出時の紫外線対策にもおすすめ。のノンガさんから、着た瞬間ひんやりして着心地がいい、レディース着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはスマートアンクルパンツ2ウェイストレッチのカラーでモテオーラが引き出せます。はい、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズと合わせたコーデ、ボタンコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ、
ニューヨークカラーの感動パンツと合わせたコーデ。ウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ。第2位は、クルーネックティ、長袖、価格は1290円。ジャージー素材を使って、昔ながらのしっかりとしたタフな T シャツっぽく仕上げた1枚。なりなりさんから、ざっくり着れて着心地が良いです。耐久性があって長く着られる。ゆゆゆゆさんから、質感、サイズ感、カラーが気に入り3色目の購入です。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。伝統的なサドルステッチを採用。島根県の男性から、生地は程よい厚みで涼しくなってきた時期に良さそうだが、袖丈が短いので1サイズ分程度長いと良い。レディース着用時の身幅はゆったりです。肩幅はかなり大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんはヒートテックスマートスリムフィットパンツのカラーと相性が良いようです。はい、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ。ボタンコーデ、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツと合わせたコーデ。トレンドのカラーをまとめました。ロンドンカラーの感動パンツと合わせたコーデ。ニューヨークカラーの感動パンツと合わせたコーデ。そして第1位は、クルーネックティ、半袖、790円。トレンド感のあるリラックスシルエットでジェンダーレスな着こなしができる。兵庫県の男性から、やっと理想型にたどり着いた。シンプルながら新しさのあるクラシック T シャツ。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。太しバンテの糸をコンパクトに編んだドライタッチかつヘビーウェイトな天地素材なので、とても丈夫で長持ちし、洗濯をするほど味が出てくる。マー君さんから、いつも期間限定価格で790円の時に買うようにしていて、もう10着ほど色違いサイズ違いで持ってます。レディース着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・アキさんはウルトラストレッチスキニーフィットジーンズのカラーが良いようです。はい、スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ。濃淡コーデ、ウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズと合わせたコーデ。ロンドンとニューヨークのトレンドカラーです。スマートアンクルパンツ2ウェイストレッチと合わせたコーデ。ニューヨークカラーの GU、デニムバルーンアンクルパンツと合わせたコーデ。今日のコーデガチャは、はい、ユニクロ、ドレープジョガーパンツ、丈標準64-66cmと、GU、エアリーバンドカラーシャツ、半袖ですね。はい、レリースのアイテム一覧、1ページ目です。レリースのアイテム一覧、2ページ目です。メンズのアイテム一覧、1ページ目です。メンズのアイテム一覧、2ページ目です。メンズのアイテム一覧、3ページ目です。キッズのアイテム一覧、1ページ目です。このチャンネルは、毎週火曜日にユニクロ、GU の値下げ情報を詳しく紹介しています。価格、サイズ感、カラー、コーデを細かく紹介する唯一のチャンネルです。水曜日頃には島村の新作情報を紹介します。島村さんの最近の新作はとてもデザイン性が高くてコスパもいいのでおすすめです。毎週金曜日にはユニクロ GU のタイムセール情報をおすすめ順にどこよりも詳しく紹介しています。チラシ商品の中で今週買うべきマストバイはどれかを解説します。そして毎週土曜日には週刊トレンドニュースを配信しています。今まさに全国のおしゃれさんたちがおすすめしているアイテムを一挙に紹介しています。見逃したくないプチプラのお得情報やトレンド情報をチャンネル登録してぜひゲットしてください。はい、そしてコメントやお便りも募集しています。まだまだ生まれたばかりのチャンネルで至らない点も多々あるかと思います。改善要望やリクエストなどぜひ教えてください。よろしくお願いします。以上、今回はユニクロの期間限定情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。
また来てもらえたら嬉しいです。それでは、この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。